はい、どうも久保田です。中学2年生国語読み取りの授業をしたいと思います。今回は漢詩の風景の後半の動画になります。だからね、前回の動画が前半になるので、まだそっちを見てない人っていうのはそっちから見てください。今回は3つあるうちの本文の中のね、最後の歌プラス補足の長い律詩っていうね歌を解説して終わりたいと思います。またこの単元の漢字テストも読みバージョンと書きバージョンを PDF ファイルにて作っておいたので、それも下記の概要欄にリンク先貼っておくので、興味のある人はダウンロードして使ってください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで中身入っていくんですが、前半の動画でこの本文の中にある一つ目の歌、これが春行毛光年だったかな。そしてもう一つの歌が絶句徒歩、この二つをやったんですが、もう一つ本文の中の歌があるのでそれをやります。タイトル長いですね。高閣楼にて毛光年の光陵に行くを送る、作者は李白になります。ではね、いつものように書き下し文を書くんじゃなくて、この状態でそれが読めるようになりましょう。声に出してみます。個人西の方、降格楼を辞し、演歌三月、陽州に下る。湖畔の遠泳壁宮につき、ただ見る長江の天才に流るるを。はい、このような歌になります。まずは形式とかね、ルールの部分を触れておきましょう。これはまず7文字、ね、7文字で4行詞なので、七言絶句という形式になります。そしてね、漢文の最初の授業で言いました、音韻のルールなどはその動画を見てほしいんですが、この歌ね、七言詞なので、第一句とあとは偶数句末が韻を踏むっていうルールになっています。ここで気をつけてほしいのは、この周と流、これは今の音読みでも、ゆとゆみたいな感じで、母音が揃っているんですね。それに対して、降格楼のロウ、これね、今の音読みだと、ロウ。だから、ロウ、シュ、リュウ、だから、読み方違うやん、これ、インじゃないやんって感じで外す子いるんですが、これは、昔のね、この歌が読まれた頃の中国の音では、この3つは、韻を踏んでいる状態、つまり母音が揃っているそうです。ちなみに、そういう古代の中国語っていうのは、今の中国語とも少し音が違っているので、まあ、その辺は日本でいう古典と今で音が違うみたいなもんなんでしょうが、その頃に、その母音が合っていたら、それは韻を踏んでいるっていう状態にしなきゃいけないので、まあ基本は音読みで探しなさいってその最初の動画で言ったんですが、例外として今の感覚でちょっと合わないなっていう音が出てきたとしても、やはりルールに沿ってそれも入れる、もしくはちゃんと古代の音まで調べて、あ、合ってるなっていう風で、どちらにせよこれは韻を踏んでいる方に入れてください。はい、というわけでこの詩もこの4行を1番2番3番4番で番号を振って、まあ順番にポイントだけ喋ろうと思います。そしてこの文章ね、その前にまず背景知識が必要だと思います。ここもね、解説文に載っています。引用しますね。降格楼は武将の町にあります。長江を見下ろすこの楼、降格楼ね、この楼の上で毛光年を見送った詩です。李白が毛光年を見送ったんです。で、一応ね、降格楼の楼っていうのは、まあ、タワーみたいなもんっていうかな。まあ、五重の塔とかね、こういう重層になっている建物のことを楼閣っていうんだけど、その中の一つの名前だと思ってください。で、この辺は地名ですね。武将にある長江を見下ろす楼。まあ、長江っていう言葉は社会でも習いますね。黄河と長江みたいな感じで、まあ、でっかい、長い川だと思ってください。はい、そして、李白が、まあ、友人の毛光年を見送った詩ですよと。まあ、タイトルそのまんまなんですが、もう一行目、個人西の方、降格楼を辞している部分から、もうね、個人っていう言葉を使っています。これね、今の日本人の感覚だったら、お亡くなりになった人って感じで訳しそうなんだけど、これは、この時代は古くからの親友という意味で使われています。そして、辞し。この字っていうのは、まあ、辞職の字とか今も使いますが、まあ、別れを告げて挨拶して帰るようなことを指します。まあ、だから、古くからの友人が西の方、降格楼に別れを告げて帰っていって、みたいな感じね。そして、2番、演歌3月、陽州に下る。演歌っていうのは春休みのことで、3月。まあ、これも普通に時期を表してますね。つまり春なんですね。春に、陽州に、まあ、川で、船で下っていく。陽州っていうのは、すごい、長江下流域第一の繁華な都だそうです。まあ簡単に言うと、北から川を伝って船でね、南に下っていくような話だと思ってください。解説文引用します。二人とも浪人の身の上でした。就職の手づるを求めての旅でしょうか。毛光年はここから陽州へ行くのです。こんな感じですね。そしてこのね、前半2句っていうのを石川さんは、前半は何やら華やかな情景が描かれます。
いいね。この2つはもう春霞、まあパーってなんか冬から春にかけて花が満開になっていくような、そういう鮮やかな状態。そして陽州に下る、この陽州っていうのは繁華な都なので、何か華やかな世界へ友人が行ってしまう、そういうイメージをまずは書いています。華やかな情景。ここまで見るとね、何か盛大に見送ってやろうとかね、華やかに派手に送ってやろう感が出るんですが、やはり漢詩っていうのは途中で流れが変わるんですね。湖畔の遠影、湖畔って言っとるんで、ポツンとね、その船だけが見えている状態。本文引用すると、しかし後半は華やかすとは逆に毛光年の孤独な姿が捉えられます。広い長江の流れにポツンと一つ浮かんだ帆掛け船、その白帆の小さな姿がゆるゆると遠ざかる。いつまでもいつまでも高角楼の上で見送る美白、やがて白帆は青空の彼方にふっと消える。この辺が湖畔の遠影壁宮につき、ここですね。これ青空っていう意味だと思ってください。そのね、毛光年が乗ったそのたった一つの船っていうのがポツンと、映っていて、その影っていうのがだん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 、これ長い川だからね、どこまでも続く感じがして、この青空に尽きていっちゃう。つまり空と川がもうね、接地面みたいに繋がってる。海とか見たらよくわかるよね。海ってもうね、空と繋がってるじゃんっていう風に先の方を見るとなるんですが、そんな感じのところまで、だんだん小さくなっていく姿を想像してください。そして最後の句ですね、後にはただ天才まで続く長江の水が流れるばかり。これが最後の句です。ただ見る長江の天才に流れるよ。だからもうこれは見えなくなった後もその長江の水っていうのが天才、これが空の際ですね、空の際まで続いている、そうやって流れていくのをただ見ているだけっていうような、まあ、李白視点の歌だと思ってください。そしてその後半部分を一言でまとめると、石川さんは最後にこう歌い放つことによって別離の悲しみは尽きずに漂うのです、このような書き方をしています。よく漢詩であるパターンですね。前半で華やかさ、何か明るい情景、後半でまあ暗いというか寂しいとか悲しい、それがより一層引き立つような書き方をしている。今回もそういう傾向を守りながら書いているような詩なんじゃないかなと思います。はい、そしてこれは補足なんですが、これ前回の動画でも言ったんですが、書き下し文でただ見る長江の天才に流れるよ、この部分はどんな表現技法が使われていますかってもし聞かれたら、一応統治だとしておいてください。なぜかというと、ただ見るっていうのは本来日本語だったら下なんです。長江の天才に流れるをただ見るっていう状態を上に持っていく、これ順番書いてるんで統治扱い。ただしね、この漢詩自体が統治しているっていう意味ではないです。この中国語のね、語順っていうのは普通に動詞があって、その目的語、まあ今回全部がもう文みたいな目的語なんですが、それが下に来るのは別に中国語にとっては統治でも何でもない、標準的な語順なので、書き下し文の方だけで統治を起こしている、つまり日本人が日本語読みした時にここは統治になっているっていう解釈でお願いします。はい、ここでね、簡単な問題を2問出したいと思います。まずここ書き下し文を見てください。個人に詩の方、甲殻楼を辞し、演歌三月陽州に下る、湖畔の遠影壁宮につき、ただ見る長江の天才に流れるを、ここだけを見てね、解けるような問題を作ってみました。傍線部、個人、ここですね、個人の意味を答えなさい。これはね、この文字自体の意味を書いてくださいっていうことになります。また今回の詩の中で個人が指す人物を答えなさい。いいですね、これは授業でも喋りました。個人の意味はよく出ます。亡くなった方と書かないでください。答えはまず意味としてはこうなります。はい、古くからの親友、この意味は必ず覚えてください。そしてこの中で個人っていうのは誰のことを指すのか、タイトルがヒントですね。甲殻楼にて毛光年の光陵に行く送るっていう歌を李白が読んだんですね。だから李白にとっての個人は誰かっていうと、答えははい、当然親友の毛光年になります。いいですね、問題文をよく読んでちゃんと聞かれていることに対して正確に答えてください。はい、もう一問見てください。同じくこの書き下し文を読んでください。では問いきます。毛光年と李白はそれぞれ今どこにいる状態の詩か答えなさい。つまり今毛光年と李白ってどこにいますか、これは地名ではなくて誰がどこにいてこの詩を読んでいるかっていうのを考えれば解けると思います。もうヒントはそのままですね。甲殻楼にて毛光年の光陵に行く送るっていう李白の歌で、そしてこの辺で湖畔の遠影壁宮につき、この辺の漢字から判断してください。では回答きます。はい、まず毛光年は船の上にいますね。
解説文見ても載ってるんですが、この歌だけでも湖畔の遠泳って言ってるんで、これは揚州に下る、その時の川を船で下っているんだと思ってください。はい、そして李白はね、甲殻楼の上にいます。甲殻楼っていうのはね、重層なタワーみたいなものなので、それの上、高いところから、川の方を眺めて友人の船が亡くなっていくのをずっと見続けている、そのような歌だと判断してください。はい、ここで最後の歌として、メインの3つの詩の部分には、つまり本文中には出てきてないんですが、最後の補足コーナーに立詩として8行の歌が載っています。ここね、毎年各学校で飛ばすところもあるんですが、もしね、やったところだったらテスト範囲になるので、一応触れておきたいと思います。タイトルは春望、作者は徒歩になります。じゃあまず書き下し文読んでいきます。国破れて山があり、城春にして草木深し、時に感じては花にも涙を注ぎ、別れを恨んでは鳥にも心を驚かす、宝華三月に連なり、箇所板金にあたる、白頭を書けばさらに短く、すべて真に耐えざらんと欲す。こんな感じですね。個人的にはこの歌が一番ね、何かグッとくるものがある、しかも多分ね、知名度も一番あるんじゃないかなと思います。国破れて山があるとかね、この辺のフレーズっていうのは確か松尾芭蕉も何か引用していた気がするんですが、それぐらい有名な歌です。じゃあまずこれ形式と押韻などを触れていきたいので、まずはこれ5文字で8行詞なので、8行詞は立詞って言いました。五言立詞になります。はい、そしてこの五言詞っていうのは偶数句末が韻を踏むっていうルールがあるので、ここで見ると、はい、真、ここも真、そしてここは金、これは真、これらが押韻している関係になります。あとはこれも最初の表現技法の話で言ったんですが、立詞っていうのは基本的には第3句と第4句、そして第5句と第6句が対句の関係にあるっていうのはルールで決まっています。ただしこの歌は第1句と第2句も、国破れて山があり、城春にして草木深し、リズムが整ってるよね、これはわざとやってるので、第1句と第2句もこれは対句の関係になります。いいかな。まずはこういうルールや形式の部分をしっかりと押さえておいて、今からね、1行ずつ1番2番3番で番号を振って、まあ、今回は訳も下に載ってるので、ここは一応訳しておきたいなっていうポイントだけ触れておきたいと思います。はい、というわけでこんな感じで行数に番号を振って、それぞれの行の中の、つまり番号の中で訳したい部分、ここ大事だなっていう部分は下に書きました。これも全て教科書でね、この歌の下に訳が載ってるので、そこを参考にしていると思ってください。1行目、国破れて山があり、これはね、国が破れるっていうのは戦争によってボロボロになるっていうことを指すと思ってください。ちなみに国っていうのは、これは国の都、長安のことを指しています。まあこの時代ね、背景知識も必要なんですが、この唐が生きた時代、唐の時代なんですが、大きな内乱がありました。まあ安史の乱って言って、安禄さんと獅子明っていうね、これ高校の世界史で習うはずなんですが、この二人が大きな戦争を起こすわけ。まあだからその戦争っていうのは一般庶民にも影響を多大に与えて、唐もこの都の長安に身を寄せざるを得なくなった。そこで見た景色、情景などを歌にしている。そういう背景があるんですが、国がボロボロになってもそこに山や川、山川はあると、こういう1行目になっている。2行目も自然関係なんだよね。城春にして、城っていうのは城壁で囲まれた町の中、まあ、つまり城下町の一番外の囲っている壁の部分を城って言ってるんだと思ってください。その中にも春がちゃんと訪れて、草木は生い茂っている、このような言い方。まあこの辺っていうのはね、戦争、つまり人間の都合で何か起こったそういう災難の中でも、自然は相変わらず存在しているっていうことも言いたいんじゃないかなと個人的には思います。はい、そしてここからは作者の心情にどんどん入っていきます。これ戦争でね、身を寄せざるを得なくなってるんで、故郷を離れてる、つまり家族と離れてるんだよね。はい、3行目、時に感じては花にも涙を注ぎ、つまり時っていうのが大事なんですが、時勢に悲しみを感じてはっていう訳になっています。この時勢っていうのはもちろんその戦乱の時勢ですね。そういう時勢の中で、まあ生きざるを得ない、そういう悲しみを感じては花にも涙を注ぐと。そして別れを恨んでは、この別れはね、ここには書きませんでしたが、誰との別れかって聞かれたら、家族との別れとしてください。家族との別れを恨んでは鳥にも心を驚かしている、こんな感じです。いいね。そのまま後半いくよ。宝華三月に連なり、これ三月って読みます。さっきは炎夏三月揚州に下る、三月って読んだら普通の三月、三月って読んだらこれは三ヶ月間だと思ってください。
砲火っていうのは戦いののろしですね。まあ戦争とかが起こると日本でもね、戦で山のてっぺんからこうのろし、煙がこう上がってるの。何か時代劇か何かで見たことあるかもしれません。そういうのろしが上がって戦争状態がもう3ヶ月間続いてる。そして6行目、箇所板金に当たる。箇所っていうのが大事ですね。家族からの手紙。板金っていうのはこれ大金のことね。板金に当たる。これは値する。家族からの手紙はその板金にも値するんだよ。それぐらい貴重なものなんだよと。そして7行目、白刀を書けばさらに短く。この辺からちょっと哀愁がさらに漂ってきます。白刀っていうのは白髪の頭のことです。もちろんこの状況に巻き込まれたそういうね、辛さ、ストレスも関係しているのかもしれません。白髪の頭を描くとどん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 短くなっていく。まあそのようなニュアンスで髪の毛がだんだんねなくなってくるから、8行目、すべて真に耐えざらんと欲す。はい、すべてっていうのは今で言うすべてっていう意味だと思ってください。真っていうのがこれかんざし。中国の人ってこうやってね、昔の、例えば三国志でも何でもいいんだけど、なんかこの辺にちょっとね、かんざし刺してるような漫画の絵とか見たことあるかもしれません。おそらくそういうものを指す文化が普通にあるんでしょうが、今言ったような白髪頭で短くなってきた、もしくは薄くなってきた髪においては、そういうかんざしは、耐えざらんと欲すなんだよね。欲すっていうのは何々したいっていう意味もありますが、何々しようとしているっていう意味もあります。つまりそういう頭だと、そのかんざしっていうのは全てもう耐えきれなくなろうとしている。つまりこう収まらないんだよね。髪の毛が短くなっちゃって、かんざしを刺すようなその毛量っていうかな、髪の毛の状態もなくなっているっていう自分の老いのことを歌っている、このような後半部分になります。はい、というわけで簡単に言うと、この最初の部分っていうのは荒廃した都とその変わらずにある自然、その後からはもうこの戦争中で、こう別れざるを得なかった家族とね、だから遠く離れた家族への思い、この箇所板金に当たるらへんはまさにそうだよね。別れを恨んではあたりもまさにそうです。そういう家族の思いも入ってるし、まあそれに対してこう会おうとも会えない、その間に年を取っていっちゃう自分の状態は老いていってるんだよね。自らの老い、衰えに対するまあ悲しみだったり哀愁だったりね、まあいろんなものが入っているんだと思います。もしかしたらもう二度と会えないかもしれないっていう意味も入っているかもしれない。ちなみに調べたらこの時の徒歩はね46歳だったらしいです。自分のね不遇なそういう運命っていうのも歌っている、このような、かなり哀愁漂う、心にグッとくるような8行の律詩になります。はい、というわけで今回は2つの歌ね、教科書の本文の中の最後の歌と、そして補足部分のこの律詩ですね、発行詞も見ておきました。学校でこの歌をねちょっとでもやったんだったら、それはテスト範囲にバリバリになるし、それ以外でも入試レベルではこういうね律詩のルールですね、3、4と5、6は必ず追記になるっていうのはルールです。まあこれはたまたまこの歌がそうだったんですが、あとは五言律詩とか、音韻関係、偶数句末とか、こういうものっていうのは全然ね入試に出てもおかしくないです、教科書の範囲なんで。そういう部分はしっかりと押さえておくっていうのはみんなにとって大切だと思います。というわけで今回の講義は以上です。